Zakaria Sitchin ended his book, The Earth Chronicle, as follows. The realization that we are not alone, even in our own solar system, and the coming re-encounter with another, more advanced civilization, should be at the top of humanity's agenda. In that respect, a conference such as this is an important step in the right direction. To know the future, study the past. ゼカリア・シッチンは地球年代記の最後で次のように書いています。この太陽系だけでも地球人だけが知的生命体ではないと私たちがまず気がつくこと、そしてやがて私たち人間が私たちの文明よりはるかに優れた生命体と遭遇することを地球人である私たちは最重要の課題とすべきである。この点において正しい方向性を持った会議を持つことは重要なステップである。つまり未来を知るために私たちは過去を学ばねばならないと。広林浜松シティジャパン。Avid astronomers and astrologers, the Babylonians developed a kind of horoscope around 500 BCE, where each day of the week was assigned to one of the classical planets, the seven celestial bodies visible to the naked eye. These areThe Sun, the Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn. However, no one knows why we have 7 days a week from Sunday to Saturday, though many scholars have tried and claimed their own theory to explain its origin. Here is my answer, and today's story starts from thisVery interesting music box on which you may see a kind of astrology icon map. 現在私たちが使っている七曜日は紀元前500年頃にはすでにあったそうです。目に見える7つの惑星に応じて七曜日が決まったと言われていますが、問題はその配列順です。どうして七曜日が日月火水木金土の順に並んでいるのか誰も知りません。多くの学者がそれぞれの説を立てて発表しています。どれも複雑で一読しただけでは理解できないものばかりですが、林浩司の考えた曜日モデルはとてもシンプルで分かりやすいと思います。バビロニアの非数学にのっとったモデルです。で、それはさておき、今日の物語は一つのオルゴールの箱から始まります。広林浜松シティジャパン。あちこちを調べているときにですね、私はこんなオルゴール箱があるのを知りました。向かって右側の
図柄に注意してください。中央に地球を置いてですね、周りに7つのアイコンが表示されています。で、このアイコンのうちですね、分かっているものを拾い出してみました。太陽ですね。で、これが月ですよね。そしてここにあるのが金星、八方向に伸びる金星ということになります。となるとやはり六芒星は火星ということになりますが、残ったのは水星と木星とそして土星ということになるのでしょうか。が、今まで私が知っていたアイコンとは異質のものです。で、なぜこんな、まあ、要するに図柄があるかということですけども、もう一度調べ直してみました。占星術の世界では惑星はアイコンで示されることがあります。アイコンというのは要するに図柄、図章ということになります。で、このようなアイコンがありますけども、その中でもですね、私は次の表に注目しました。この表では六芒星が中央に描かれ、そして占星術のアイコンが周りに散りばめられています。で、これらのアイコンが何を意味するか一応調べてみました。右が太陽ですね。そしてこれがジュピター、木星です。そして下が金星、ヴィーナスですね。そして月で、左上が土星で、一番上が火星ということになります。同時に周りをですね、エンドレススネーク、つまり時の流れをですね、表したエンドレススネークが表現されている点に注意してください。時は巡り巡って終わることがないということを、このエンドレススネークは意味しています。で、この表とですね、私が考えた七曜日のモデルと大変よく似ているのに気がつきました。つまり中央のような表はですね、まあ、コンセプトとして遠い遠い昔から使われていたということになるのではないでしょうか。で、なぜ七曜日が七曜日なのかということですけども、簡単に説明しておきます。1ヶ月ですよね。で、1ヶ月というのは、つまり月の公転周期で計算しますと27日と8時間ということになります。ここで重要なことはですね、月の公転周期は27日と8時間、切り上げて28日というその28日という数字です。まさに古代人たちが知る由もなかった数字ということになります。月の公転周期が分かるようになったのは近年になってからです。言い換えると、宇宙を自由に飛び回る人のみがその数字を知っていたということになりますが、それはさておき、1ヶ月は28日です。それを4等分すると1週が生まれます。1週を7日として4倍したわけですね。そして純粋太陰暦では1年は13ヶ月です。で、 7×13 は364となります。364です。その364に何らかの形で1を加えると364になります。4をかけたのは、1年は4シーズン、春夏秋冬の4シーズンがあるからと私は考えています。で、何らかの形で1を足す、そして365になったというわけです。この方式で作られたカレンダーが、私たちがトランプと呼んでいるあのカードゲームということになります。シースターオリオンさんの説をどうかご覧になってください。1年を4シーズンに分けます。そして
1シーズンごとに13枚のカードを用意します。そして1枚のカードにつき7曜日、つまり7回ずつそれを繰り返します。つまり 13×7=91 日、これが1シーズンとなります。その1シーズンを4回繰り返すと364になります。そしてそれにジョーカーの1を加えて365となります。正式のトランプカードではジョーカーが2枚あります。つまり4年ごとに1度ウルー年がやってきます。その時にカードを1枚足して366日とします。これがカレンダーとしてのトランプの役割、つまりトランプカードというのはもともとはカレンダーであったということになります。がここで問題があります。28日という数字をなぜ知り得たかということになります。つまり1ヶ月は28日であるというその基本そのものがですね、人間には知る由もなかったということになります。つまりその方式に従ってトランプカードがカレンダーとして使われていたということです。今具体的にそのカレンダーの使い方を皆さんにご覧いただいています。7曜日を用意してですね、1枚のカードにつき7回それを繰り返します。つまりこのような形で1週が終わり、それを13週繰り返すと1シーズン51日となります。その1シーズンを4回繰り返すと364となるというわけです。ですからカレンダーとしてこのカードを使うときはですね、何らかの形で1日ずつカードをずらして使ったということになります。今画面上では168日目、175日目、182日ですねが終わったことを示しています。こうして繰り返していきます。現在私たちが使っているトランプカードは紀元前にはすでにあったということになりますから、このカレンダーは紀元前以前にすでにあったということになります。で、結論ということになります。占星術の世界であるにせよですね、つまり六芒星を主体とした曜日の概念がそこにあったということです。その曜日の概念は私が考えた7曜日のモデルとは必ずしも一致しないものですが、しかしそのような概念が占星術の世界にも残っていたということは大変驚くべきことだと思います。というのも、その7曜日のモデルを考えたというより発見したのはこの私、林浩司だからです。言い換えると、この占星術の表はですね、私の説を旗から裏付けてくれたということになります。で、やはりこの占星術においてもですね、六芒星を中心に置き、惑星を、周囲に並べています。このコンセプトは、私が考えた7曜日のモデルと同じということです。つまり、私が考えた7曜日のモデルは、ひょっとして、紀元前以前からあったということになるのではないでしょうか。そしてそのモデルは冒頭で言いましたように、1ヶ月がですね28日であるという、人間にとっては知る由もなかった日数が基準になっているということです。続く動画の中で私のモデルを説明します。
Wikipedia English writes about the Star of David as follows. The Star of David, known in Hebrew as the Shield of David or Magen David, modern Hebrew or Magen David, is a generally recognized symbol of modern Jewish identity and Judaism. Its shape is that of a hexagram, the compound of two equilateral triangles. However, I reckon when you see the sun in the middle of the Star of David, you may change such and such common sense of the David Star. Here is my answer.もしダビデの星の中心にあなたが太陽を見たら、あなたのダビデの星に対する考え方は全く違ったものになるでしょう。広瀬浜松スリージャパン。 Why do we have 7 days a weekFrom Sunday to Saturday. Here is my answer. なぜ日月火水木金土の7曜日があるか、その理由をこれから私林博士が説明しますが、それに先立ってバビロニアでこのような石板が見つかっています。ダビデの星、つまり三角形が2つ組み合わさった形ですけれども、その中心に太陽らしきものが描いてあります。しかもその太陽の周りにははっきりとは分かりませんが、どうやら7本のですね、光線が描かれているように私林博士は判断しました。ただ残念ながらこの、7本の光線はですね、はっきりしませんが、もしこの7本の光線が7本であるとするならば、私の7曜日説を裏付ける大変重要な根拠となります。そういう視点でこの石板を見ていただきたいと思います。続く動画の中でなぜ私たちは7曜日を持っているのか、その説明をします。Why are the days named after planets reckoned in a different order from the actual order?
話を先に進める前に、曜日と惑星の名前について説明しておきます。サンディは、サン、つまり太陽から来ています。これはわかりやすいですね。次に、マンディは、ムーンです。Tuesday は Mars です。Wednesday は Mercury です。Thursday は Jupiter です。Friday は Venus です。そして Saturday はサタンから来ています。このことを頭に入れて続く動画をどうかご覧になってください。なぜ現在の日月火水木金土になったか、多くの歴史学者や考古学者は次のようなモデルを考えて大変苦労と言いますか、苦心してきたようです。まずその定説をじっくりとお読みください。なぜ曜日の並び方は実際の惑星の並び方と違うのでしょうか？それについては多くの学者が多くの説を唱えていますが、現在では次のような説が定説化しています。左上のモデルは天動説での順序に並べた七曜の順序と曜日の順序だそうです。で、天動説での太陽系モデルでは七曜は地球から見た角速度が速いものほど地球に近く、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順に並んでいると考えた。しかし、曜日の順序はこの順番またはその逆というわけではなく、二つ置き、あるいは三つ目ごとに並んでいる。ここからが重要ですから、しっかりとお読みください。元来、七曜は一曜が一日ではなく、一時間ごとに地球を守護すると考えられた。これがプラネタリーアワーである。プラネタリーアワーの順序は、地球から最も遠い土星に始まり、内側へと進む。きっかり24時間後、すなわち翌日の第一時間目の守護星は三つ前、あるいは四つ後の太陽となる。以下、順に土星、太陽、月、火星、水星、木星、金星、そしてまた土星が各日の第一時間目の守護星になる。第一時間目の守護星は、同時にその日一日の守護星ともされ、その日は守護星の名をもって呼ばれるようになった。こうして現在の曜日の順が決まった。わかりましたか？私にはさっぱり理解できないのです。実際には膨大な表が用意されていて、その表に従って現在の日、月、火、水、木、金、土が決まったと説明されています。が、私が考えたと言いますか、私が発見したモデルは大変わかりやすく、そして古代の非数学とも一致しています。どうか林博士の考えた曜日モデルをもう一度ご覧になってください。
よろしくお願いします。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about weekdays and Yin Yang Five Element doctrines, and it's my pleasure to explain here in this video how these doctrines were created long time ago in Babylonia. My idea is quite simple and easy to understand. 曜日と陰陽五行はどのようにして決まったかについて説明します。太陽です。太陽に近い方から惑星は水星、金星、地球ですね。そして火星、木星、土星と並んでいます。地球はですね、月と置き換えます。そして水星、金星、月をですね、内惑星と呼び、火星、木星、土星を外惑星と呼んでいます。1プラス6イコール7のバビロニアの非数学に則った、まあ、ドクトリンということになりますね。今言いましたように、水、金、地球、まあ、月ですね。内惑星と言います。そして火星、木星、土星を外惑星と言います。そして、ダビデの星が決まりました。ダビデの星は基本的には三角形が2つ組み合わさっています。まあ、六角形ではないんですよね。三角形が2つです。そして、縦の三角形を内惑星とします。で、外のって言いますか、逆三角形の外惑星とします。そして、このダビデの星に内惑星、外惑星を並べていきます。まず水星ですね。そして、時計回りに金星。ここに金星を持ってきます。そして、次に月ですね。こうして、内惑星の位置が決まりました。今度は逆三角形の外惑星です。火星をここに持ってきます。そして、やはり時計回りに火星、木星、土星と持っていきます。こうして、外惑星の位置が決まりました。そして普通は中心にですね、太陽を置きますね。ですからダビデの星の中には、中央に丸い、まあ、太陽ですけどもね、が描いてあるのがあります。そして、これをですね、順に戻していきます。月。それから、火星、水星、木星、金星、土星と戻していくんですけども、もうお分かりですね。こうして、太陽、日、そして月、火、水、木、金、土と決まりました。バビロニアでは1プラス6、すなわち、日曜日が先だったということになるわけですね。まあ、こうして、曜日が決まったということです。で、現在私たちが使っているカレンダーになりました。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday ということになります。で、私の考えたモデルは、まあ、わかりやすいと思います。今度は、陰陽五行論について説明します。まあ、中国で生まれたということになってますけども、中国ではありませんね。今使いましたモデルを基本ですね。これは今言いましたように、時計丸に、月、火、水、木、金、土と並んでますね。そしてそれをですね、まあ、5つの、まあ、丸と言いますかね、に分離します。上はまあ、6個って言いますかね、六角形の形、基本的な六角形の形をしてるんですけどもね。そして、まず、木星をここに持ってきます。今度は時計と逆回りになりますけども、下を全部逆回りにすれば、同じやっぱり時計回りになるってことですよ。まあ、常識的にね、現在、陰陽五行論の木下土金水は、時計回りに回ってますけどもね、反時計回りだったと考えられます。まあ、それはともかくも、こうして今度は時計と反対回りに、順に置き直していきます。そして最後に月が残りますね。で、この月は外に出します。こうして陰陽五行が決まりましたけども、ベースは先ほど言いました、まあ、ウィークデイズを元にしているということですね。すなわち、陰陽五行は中国で生まれたのではなくて、まあ、ウィークデイズの一つのバリエーションということになるわけです。まあ、このように理解しますと、陰陽五行論もですね、簡単に理解できるということですね。なぜ、木火土金水になったのか、その理由はここにあります。ということで今日は、ウィークデイズと陰陽五行の基本的な考え方について説明しました。
が最後に沿ったけ問題が残りますね。今言いましたように、水金地火木土の、まあ、惑星のですね、配列順に従って、まあ、ウィークデイズが決まり、そして引用語行が決まったということになるわけです。となりますと、誰がそれを作ったか、誰がそれをしていたかということになるわけです。もちろん人間ではありませんね。太陽系を自由に飛び回ることができた人、すなわち別の知的生命体ということになります。その別の 知的生命体がですね、人間を指導して曜日と、そして陰陽五行を作ったということになります。そして、まあ、バビロニアのですね、7、非数学ですね。1プラス6、もしくは2たす5、イコール7の非数学に基づいて、決まったということになります。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Mystery of 1 plus 6 is 7, the Star of David. 1たす6は7の謎、ダビデの星。ここにお見せするものにはですね、ある共通の非数学が隠されています。1たす6は7の非数学です。まさに世界は神々の支配下にあるということです。ミトラ教です。ミトラ教ですね。左に松明、中央に7つの霊、光線を持つ円が描かれています。ミトラには7本の光線があります。それが現在の自由の像につながっています。1プラス6は7ということです。曜日もその中の一つですね。太陽気、水金、地、火、木、土、1プラス6です。水金、地、火、木、土と並んでいます。最初の3つを内惑星、次を外惑星と言い、ダビデの星にそれを当てはめています。内惑星、今度は外惑星ですね。こうして並べて、月火水木金土の曜日が決まりました。カレンダーはこうして生まれたわけです。このカレンダーの中にも1プラス6の非数学が隠されています。太陽が1。それから月火水木金土が6というわけです。太陽の紋章。これはツタンカーメン王の墓の中から見つかったものですね。これには16枚の光線が彫り込まれています。日本の最も神聖な紋章にも16枚の光線が描かれています。そしてそれは世界中で見つかっています。最後に出てくるのがこれ、イシュタール門の紋章です。そこにもやはり16枚描かれているというのは大変興味深いですね。16、すなわち1たす6は7の非数学です。法隆寺テンプルにもですね、非数学が隠されていました。これは愛宕さんが発見なさったことです。法隆寺の五重の塔です。この、まあ、てっぺんに総輪っていうのがありますけども、この総輪を、はですね、バビロニアに伝わった、命の木の形を正確に、写し取っています。ご自身でご確認ください。そして、6個ずつと言いますかね、左に6個、右に6個、そして中央に 1本を、ありますから、6たす1。ここにもやはり非数学が使われています。1たす6は7というわけです。
それから今度は空海ですけども、88箇所巡りがよく調べて、知られていますね。空海は四国88箇所を定め、そして巡礼を進めたわけです。88。すなわち、8たす8は16というわけです。もうお分かりですね。88、すなわち8たす8は16、1たす6は7の比数学です。日蓮も16という数字にこだわりました。日蓮、まあ、にとって最大、まあ最大と言いますか、最も重要な本尊が、この保田の妙本寺にある、このお筆の本尊です。日蓮は16行の三文を書くのに、固執しました。16ですね。このように16は1たす6イコール7、比数学が使われています。その原点にあるのがダビデの星です。中央に太陽を置きます。そして1プラス6の比数学を組み込みました。ということで、比数学の簡単な説明をしました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!